聖書の言葉をあなたへ、ハーベストタイムメッセージステーション。さあ、それでは今日のメッセージに入りましょう。聖地旅行に行く前後から鼻をかむと、個人的な話で恐縮ですけど、この歯茎の前歯の左の上の方の歯茎のあたりが痛いんですね。鼻の上から押さえても、これはおかしいと思って、帰ったら歯医者に行こうと思っていたら、一箇所詰めていたものが取れちゃって、あ、これはちょうどいいなと思って歯医者に行って、ここが取れましたって、あ、じゃあ詰め直しましょう。それともう一つ、先生、ここがちょっと違和感があるんです。説明しました。いつ頃からですかって。で、話せば長いことながら、で、私が高校3年生の時に、今からもう何十年も前の話ですね、まあ、何十年前かは正確には言いませんけども、体育の授業でラグビーをやっていたんです。私も小柄ですけど、結構負けず嫌いで、初めて知ったでしょ。で、ボールが来た時にバッとジャンプして取ろうとしたら、クラスで1番か2番の体のでっかい男がいまして、名前も顔つきもはっきり覚えてますけど、言いません、名前はね。ぶつかってきたんです。私が上にジャンプしたその瞬間にぶつかったんです。それで私は 2,3 メーターボーンと飛ばされて、こっから落ちて何分ぐらいですかね、脳震盪を起こして気を失った状態になったんです。気がつきましたら、嫌に歯のところがスー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 してるんです。で、その日うどんかラーメンか食べたら、もう歯が染みてしょうがないんですね。で、歯医者に駆け込みましたら、前歯の左の歯がちょうど斜めにナイフを入れたように、前のところが削ぎ落とされて神経が丸出しになってるんですね。で、これは大変だからっていうんで、神経を麻痺させて、まあ、殺したのか麻痺させたのか分かりません、なんか塗って麻痺させて、最後は当時としては最先端の技術だと言ってましたが、エナメル質のものを吹きつけて、とりあえず普通の歯のように見せかけたというのが治療法だったんです。だから鏡の前で歯をニーッと剥き出してみると、右の前歯と左の前歯とその平行になってないんですね。それからですね、ハンサム度が随分落ちてしまったんですね。40年、あ、言っちゃった40年前の話です。そしたら先生が、うん、それはね、その神経が死んでるとね、そこからこう細菌が入ってきて、長い期間に炎症を起こす可能性がある。で、レントゲン早速取りましょう。もう詰め物なんかどうでもいい、もうこっちの方が大事だって言うんで、レントゲン取って2人でこうやって見ながらね、ここはあでああでって、どうやって治療するんですかって言ったら、歯の裏側に穴を開けて、神経の通っていた穴から薬を入れるんだと。で、治るんですかって、それはその可能したのがどこまでいってるかで、やってみないとわからないと、こういうわけですね。まあやってくださいって、やってくれましたよ。で、穴を開けてる途中で先生がですね、痛くないですか、痛くないですかって言うんですね。まあ神経死んでると思うからって。痛くなかったんです。それは途中でね、ちょっとピリッとしたんですよ。あ、痛いとか言ったんですね。あ、じゃあ麻酔しましょうって。麻酔の方が10倍痛かったんです。極部麻酔、この前の、うわーって冷や汗が出る。これじゃあもう我慢してやってもらえばよかったなって。で、穴が開いたら先生がですね、おっって言うんですね。どうしたんですかって。もう終わってからですよ。もちろんこうやってますから言えませんからね。そしたらね、穴を開けた途端に中から海が飛び出してきたっていうね、かなり中の圧が強かったって。ごめんね、こんな変な話しててね。で、中をこう細かいね、何ですか、脱脂綿かなんかね、こう入れて、最後に薬を入れて、その日 2,3 時間痛みましたけど、夜になるとね、もう引いてるんですよ。で、今2回目治療で、明日もう1回行くんです、また行くんですけど、
2回目に行った時に、その中から取り出した綿花が細菌がついている反応を起こしているんですって。だからとてもいいと、これはうまく治療がいってるんだと、でこのままでうまくいけば治るかもしれないと、こういう話でした。で冒頭に今日こういう話をしている理由は、実はこれほど重要なテーマがないんです。なぜかというと、今日これから話をしようとしているテーマは、いわば歯に例えれば土台のことです。私たちは結構、私の歯がもっと白くなってほしいとかね、歯の形がどうとか、そういうことを気にしてるでしょ。だけどおそらく専門医は、私に言ったように詰め物なんかどうでもいい、こんないつでもできる、それよりは根の部分はきちっと早くしておかないとダメなんだって言いました。その体験があるから、今日のメッセージを語る前に、今日これから話をすることは私たちの人生の土台になるところです。でこれをしっかりしないで、表面ばかり整えようとしていても、聖書が約束している豊かな命とか、あるいは多くのクリスチャンが祈っている日本のリバイバルとかいうのはなかなかやってこない。そこで今日はこれからの時間、一番人生の土台という部分をお話をしたいと思います。3月4日にプロゴルファーの中島恒之さんの取材に行ってきました。面白かったです。後でまた報告しますが、中島恒之さんにある時こういう質問をしました。ゴルフで一番大事なのは何ですか、そういうのあるんですかって聞いたら、彼があるって言いました。何ですかって、アドレスだって言いました。ゴルフされる方はちょっと手を挙げてみて、いますかこの中に。ああ、いらっしゃる。女性の方もね、はいはい、ありがとうございます。アドレスってのは構えのことです。クラブを持ってこう構えた時の構え、このアドレスが悪いとダメだ、これが基本だ。だから今日私が話す話はゴルフで言えば構えですね、アドレスですね。なぜ今日この話を私がしようとしているのか、そのことを少しお話しておかなければいけません。まだイントロダクションの話ですよ、今日は。今のところね、イントロダクションで少し今日は長く時間を取って、このメッセージをせねばならないと思った背景について少しお話をします。アメリカのカリフォルニア州にある調査会社があります。バーナ調査会社、 BARNA、 ジョージ・バーナという方が設立者で行っている調査会社、おそらく彼はクリスチャンだと思います。その調査会社が昨年の2003年の9月から11月にかけて、全米で2033人に電話をしまして、その人の世界観の調査をしています。世界観っていうのは分かりやすく言うとサングラスのようなものです。クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、どんな人でも世界観を持ってます。サングラスをかけて物事を見ています。私がクリスチャンになる前のサングラスは、神はいないというサングラスでした。ブルーのサングラス、ブルーのサングラスをかけて世界を見ると全部ブルーに見えました。クリスチャンになって神がいるというサングラスに変わりました。赤のサングラスです。それで見ると見るものが全部赤く見えました。私たちは日常生活の細かい選びから人生を決定するような大きな選びに至るまで、必ず自分が持っている世界観に基づいて行動しています。クリスチャンであればイエス様が生きたように生きたい、イエス様が行動したように行動したいと思うはずです。そのためには、つまりイエスのように行動するためには、イエスのように考えなければなりません。人は考えた通りに行動に出るからです。そこでどの程度の人が聖書的世界観を持っているのかという調査をこの会社がしたわけですね。アメリカの話ですから日本は違うと思いますが、
日本でもこういう調査をしたら面白いと思います。この2033人に電話をした男女別、人種別、それから州の人口別に均等に割り振って、そして、無作為で2033人から回答を得た。電話をかけてのインタビューですから、かなりこれは実態を反映してますね。その調査会社の説明では誤差はプラスマイナス 2% 以内だって言ってますから、すごいもんです。 98% 信用できる。さあ皆さん座り直してくださいね、椅子にね、椅子から転げ落ちないようにね。今から言う数字を聞いていいですか。その結果、全米平均で聖書的世界観を持っている人、なんと 4%。 4% しか聖書的世界観を持ってない。ボーンアゲン、生まれ変わったクリスチャン、ね、霊的に生まれ変わった、私はボーンアゲンだと言ってるクリスチャン、その中で聖書的世界観を持っている人は 9% です。一般的なプロテスタントの教会では 7% です。アメリカでメインラインディノミネーションという言葉がありますね。伝統的な教会、伝統的なプロテスタント教会では 2% ですって。カトリックではなんと 0.5%。 教派に属していないプロテスタント、まあ、単立教会のようなもんでしょうね、 13%。 これが一番高いんです。ペンテコステ派が 10%、 バプテスト派は何もかも入れて、とにかくバプテストを含めて 8%。 だからクリスチャンと言われている人たち、まあ、カトリック除いて全部平均すると 10% 弱ということになりますね。つまり100人クリスチャンが集まって聖書的世界観を持っている人は10人しかいないということです。おそらくね、私は日本であればもっと日本の率は高いと思います。というのは日本ではクリスチャンになるというのはアメリカの人よりはハードルが高いからです。自覚してクリスチャンにならなければなれない国、それが日本です。だから日本でこの調査をしたらもっと何倍も何倍も高いと思いますね。どれぐらいか分かりません。ただこの数字を見て私はメラメラっとですね、また闘争心が燃えてきたんですね。清らかな闘争心ですね。分かるでしょ。これは語らねばならないと思います。それでね、なぜ世界観が大事かというと、世界観の違いが行動の違いになって現れるんです。でこの調査では例えば聖書的世界観を持っている人とそうじゃない人の行動パターンの違いについても質問しているんです。結婚前の同性を認めるか、世界観を持っている人、聖書的世界観を持っている人 2% 認める人、それに対して 62% が今はそういう時代だからいいじゃないのって言ってます。酒に酔っ払うこと、酒を飲むことじゃないです、酒に酔っ払うこと 2% 対 36%。 同性愛を認めるか、アメリカでは今男性同士が結婚して法的保護を受けられるかどうかというのが今度の大統領選でも一つのテーマになってきますね、論点になってきます。聖書的世界観を持っている人は 2% 認める、そうじゃない人は 31% が認める、認めていいんじゃないかと言ってます。中絶、聖書的世界観を持っている人はほとんど 0% です、認めるのは。それに対して 46% が OK って言ってます。ギャンブル、宝くじを買う確率は8倍高いです、聖書的世界観を持ってない人が。それから賭け事をする確率は17倍高い。これを見るとどういう世界観を持っているかが日常生活の選び方、生活の考え方に反映してきているというのが分かります。もう一度言いますが、イエスのように行動するためにはイエスのように考え始めないとダメだということです。でこの調査をしたバーナさんはですね、この結果を見てやっぱり愕然としたんでしょうね。でこう考えたわけですよ。大阪弁で言うとね、こういう人たちを指導している牧師はどないなっとんねんと思ったんですよね。早速ね、去年の11月から12月にかけて全米の主任牧師たちに電話インタビューしたんです。約50の教団のサイズに応じて人数を割り振ってね、そして主任牧師に601人に電話をかけて調査をしたら、聖書的世界観を持って
メッセージをし教会員を指導している牧師はアメリカでは 51%、 平均 51% です。アメリカで32万の教会があるんです。そのうちの4万2000が南部バプテスト、サザンバプテストと言います。それから3万5000がユナイテッドメソディスト。このサザンバプテストとユナイテッドメソディストで全米の教会の4分の1カバーしてるんです。一番教会数が多い南部バプテストは聖書的世界観を持っている牧師のパーセントが最高に高い 71%。 第2番目のユナイテッドメソディストは一番低くて 27% です。次に驚くべき数字は新学校を卒業した人と卒業していない人の比較です。新学校を卒業した牧師で聖書的世界観を持っている人は 45%、新学校を卒業していない牧師は 59% が聖書的世界観を持ってる。これ新学校行くのまずいんじゃないかな、これ。まあ、新学校行くのはまずいんじゃなくて、どういう新学校行くかが問題ですよね。行って信仰がなくなった人は 15% ぐらい、これいいじゃないですか。これだと。それから、地域で言うと、アメリカの西海岸、カリフォルニア、オレゴン、ワシントンというね、大西洋ベルト地帯の牧師が最高にパーセントが高くて 64% が聖書的世界観を持ってる。あのカリフォルニアを中心としたあの地帯はね、アメリカでは一番変な人が住んでるとこだと言われてる。そこで働いている牧師たちは最も聖書的世界観を持って活躍している人が集まってる。これは不思議なことですね。繰り返しますが、これは日本の数字じゃないんです。しかし日本でも多少数字は高くても、これと似た現象がきっとあるに違いないと思います。そこで私は聖書的世界観というのはではどういうことなのかということを、これから今日お話をしたいと思うんですね。で、今日私が言うことはある方にとっては当たり前の話です。ところがこの当たり前が当たり前でない世界があるわけですから、この話を聞いて当たり前だと思った人は、あなたは恵まれています。その通りに行きましょう。今日の話を聞いて、いや、私はそこまで考えてなかったという方、あなたは今日良かったですね。あなたは霊的なカイロプラクティックを今日受けたんです。霊的な背骨の矯正を今日受けたんです。まだクリスチャンでない方、聖書にまだ遠いなと思ってらっしゃる方、今日あなたはこの話を気になって良かったです。聖書が何を言ってるかを大掴みにすることができたからです。時間がセーブできました。本来は5年ぐらいかかることを50分で大掴みにできたっていうのは幸いなことではありませんか。一人一人に何か必ずプラスがあると思いますから、7つのポイントで今日話をしたいと思います。今日3つではないんです、7つなんです。がっかりさせてごめんなさい。なぜ7つかっていうと、この調査会社がね、こういうものが聖書的世界観だって挙げてるので、私がそれをね、ちょっと入れ替えたり、手を加えたりして、この調査の基本、精神に反しないように私なりにアレンジして、もっと言いたいことあるんですよ、私。でもこれだけ7つ挙げればほぼいいだろうというものを聖書的世界観として挙げて、皆さんにお分かちをします。それでは、7つ、一つ一つのポイントに10分かけると70分かかりますから、そんなにかけるわけにはいきませんから、割と超特急でいきますから。それではいきますよ。用意いいですか。ちょっと2人しか入っていません。はい、用意いいですか。はい、それではいきましょう。第1番目、完全なあるいは絶対的な道徳基準、倫理基準があるかないか。皆さんどうですか。絶対的な道徳基準、倫理基準はあると思いますか。思わないですか。聖書的世界観は絶対的な道徳基準、倫理基準はあるというんです。これがまず大前提です。クリスチャンであってもなくてもこれ同意できると思いますよ。普段皆さん口喧嘩することあります。家庭でご主人と子供たちと。ある。口喧嘩してる人を見てごらん。ちょっと離れて冷静になってね、二人はすごくカッカしてるわけね。で、柔らかく優しい言葉で言ってる場合も、球の速さは超スピードでしょ。パッ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 。その時に二人がどういう言い合いをしてるかちょっと見てごらん。必ず一つ見えてくるものがある。例えば、
お兄ちゃんが家に帰ってきてテーブルに置いてあるケーキを食べたとします。弟が2階から降りてきて、お兄ちゃんなんで僕のケーキ食べたのって抗議しますよ。弟は、それは弟はね、僕のケーキを黙って食べるのは良くないとアピールしてるんです。お兄ちゃんの方はね、そんなこと言ったって俺腹空いてたんだって、なんかエソーみたいだなこのお兄ちゃん。お兄ちゃんお腹空いてればあるものを食べてもいいんじゃないかって、憐れみの心をかけてくれてもいいんじゃないかということをアピールしてる。弟はこれ、だってお兄ちゃん昨日食べてそれ僕のもんじゃないな。お兄ちゃんがね、だってここにお前のもんだって書いてなかったのが悪いんじゃないかって言ってるわけね。二人のね理屈を見てると、二人とも自分たちの上にある何かの普遍的基準にアピールしてるんですよ。まあ別の言葉使えば天にある裁判所にアピールしてるんですね。これが喧嘩の原因ですよ。こっちに部があるってね。この話はね何回か私してますから聞いた方いるでしょう。私忘れられない話がある。進学校である教授が教えてくれた、これ実話として教えてくれた、ある大学でね、これキリスト教系の大学じゃないと思いますが、卒業論文である学生が論文を書いたんです。道徳基準は全部相対的なもんだ、絶対的な基準はない、善悪の絶対的基準はないという論文を書きまして、素晴らしい論文だった。後ろにはね、参考にした文献がもうびっちり載ってて、ね、論理的にもすごく積み上げられて素晴らしい。で、教授はそれを読んで感心したんです。そしてその論文の表紙にね、まあアメリカではね論文出すでしょ、返すときに大抵表紙に大きな字でグレードとね成績とコメント書いてあるんですよ。アメリカではね ABCDF ですよ。 A が有、有料か不可、 F になると不可、これはもう落第っていうね。で、大きな字で F と落第と書いて、この論文は本当は A プラスだった、 U のプラスだった、 A プラスだ、内容は A プラスです。だけど私はあなたがこの論文を閉じたファイルの色が気に食わない、私の大嫌いな色だから F にしました。で、それもらった学生がね、もう顔真っ赤にして飛び込んできて文句言ったんですよ、教授に。こんなこと聞いたことはない、先生教授会に私訴えますって。こんな不当なことしていいんですかって言ったら、教授がニヤッと笑って、ああじゃあ君は絶対的な倫理基準があると思ってんじゃない、分かった今わざと言葉減らしてんだよ、これはね、言葉にしないで理解すると素敵な会話なんだ、君は絶対的な基準があると思ってんじゃない。その時にこう言ったそうです。信じてないことを書いちゃダメだよ。皆さんね、絶対的な基準なんかないって言ってる人がね、ラブレターもらったら涙流してるでしょ、人から優しくされたら涙流してるでしょ、どうしてですか。人は求めてやまないものがあるんです、誰の心にもね。聖書ではね、イスラエルの民がシナイ山でシナイ契約というのを結んだときに、これ旧約聖書の世界ね、旧約聖書の時代に通用するものとして契約条項として10回っていうのが与えられた、それご存知でしょう。でもね、10回だけがあれ一人歩きしてるけど、10回だけじゃないのよ、旧約の律法全部が一塊で、その中心にあったのが10回ですね。だから旧約の律法と十戒とは切り離せない一つのものです。そしてイスラエルの民はそれを目指すべき道徳基準、倫理基準として求めるように神様から召されたんです。新約時代になってキリストが十字架についた時に、その律法の要求は全部満たされました。だから私たち新約時代に生きるクリスチャンはもはや旧約の律法には縛られていないんです。解放されていて、どういうふうになっているかというと、キリストの律法に従って生きるように召されています。キリストの律法というのは何かと、愛の律法です。聖霊が教えてくださる律法です。だから自発的律法と言ってもいいでしょう。こうせねばならないという律法ではなくて、こうしたい、こうさせてほしいという律法ですね。これがクリスチャンの心に書かれている新しい律法です。完全な絶対的な道徳基準、倫理基準が存在するんだというのは、まず聖書的世界観です。
二つ目は、聖書はその絶対的基準を定義し、掲示した誤りなき神の言葉である。絶対基準は聖書の中に定義され、掲示され、誤りなき神の言葉として私たちに与えられている。これが聖書の主張です。ちょっと前にですね、聖句を出していただきましょう。第二テモテ、ノートしてらっしゃる方、第二テモテ3の15から17。ね、いいですか。第二テモテ3の15から17。ですか。読みますから、一緒に読みましょうか。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。アメン。聖書はすべて神の霊感によるものだと書かれてありますね。はい。どうぞ私を見てください。あ、もう一箇所。黙示録。あ、ごめん。間違い。ここまでです。聖書は誤りなき神の言葉である。ひろしさん、隠してくれる？皆さんの目が私を見ないでこっちを向いてる。話しにくい。聖書は誤りなき神の言葉であるというのが土台です。これが土台です。これがふらついてるとどうするんですか。ここに信頼がないと。これはさっきゴルテ言ったアドレスの構えです。この構えがしっかりしてると、時にはミスショットがあってもやってるうちに必ずナイスショット、ナイスショットなります。よくね、最近こういう聖書を誤りなき神の言葉であるという人をキリスト教原理主義者と呼んで、で聖書を文字通りに受け取っているおかしな愚かな人たちという批判があるんです。こういう批判をしている人たちは愚かです。なぜかというと知らないで言ってる。聖書っていうのは大半が歴史です。だから歴史だから当然解釈します。いいですか？解釈のない聖書の読み方ってのはありえない。私が書いた小説も解釈した結果ああいう小説になってるんです。ただしね、聖書がどこを取っても誤りないという確信がなかったら解釈の土台が揺るぐでしょ？いいですか？だから話をしながら、ここは神の言葉だけどここは人間が書いてるなとか思ったらどうしよう。もちろん書いたのは人間だよ。霊感というのは神様がその人が書くときに誤りなく書かせるように導いたという意味ですから。ね。皆さんは私、この時代はね、信徒の皆さんが、すっごく私は教会指導者を選ぶ責任があると思います。聖書は誤りなき神の言葉であり、聖書の中には絶対的な善悪の基準が定義され、掲示されている。ここからスタートです。3番目。神は宇宙の創造主であり、全知全能である。そして今もすべてを支配しておられる。ポイント。過去、現在、未来ですね。神に関して。宇宙の創造者、全知全能、そして今も生きていてすべてを支配しておられる。はい、前を見ましょうね。創世記の一章の一節。じゃあ、ご一緒に読みましょう。創世記の一章の一節。はじめに神が天と地を創造した。もう一つ、聖書の最後の章、黙示録です。黙示録一章の八節。神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。私は始まりであり、終わりであると、神様は言われます。常にいまし、昔いまし、後に来られる方が、私たちが信じている神様です。そういう方がおられるということです。これが聖書の主張です。これが日々の生活に勝利する秘訣です。3月4日に中島恒幸さん、ゴルファーのこの方を取材してきました。去年の12月ある集会でお会いしたときに彼がですね、先生今度いつ僕のところへ取材に来るのとおっしゃるんです。で、奥さんが出たりお父さんも出たりしてますね。行っていいんですかって。しばらくしてからまた。
そうね、スタジオじゃなくてたまには外もいいんじゃないので、僕と先生と2人でコースを回りながら撮りましょうよって言うんです。私も嬉しくてね、でじゃあ練習しとかなきゃって言った。先生はいいのよ、僕だけやればいいんだから、ごめんなさいってな感じですね。ところがね、彼ね、僕のこといじめるんですよ。一番ホールに立ったらね、キャディーさんにね、もうクラブワンセット持ってきなさいって言うんですね。先生やりなさいって言うんですよ。それだったら練習しとくよね、もっとね。私打ちましたよ、でも、まあ、過去を10年間ぐらい振り返ってあんなに緊張した瞬間なかったですね。まあ、これ今度出ますよ、テレビに見てください、どんなショットしてるか。打つ前に言ったんですね、これで視聴者の人は僕のこと好きになるねって。こんな下手でも出るんだから可愛いやっちゃなって。3月3日から現地に入りまして、4日朝から撮ったんです。天気予報は雪だったんです。だから私は3月3日に E メールで、メールマガジンで皆さんに祈ってほしいって言いましたね。たくさんの人に祈ってくださいました。私も祈りました。神様、私の願いは晴れになることです。お願いします、そうしてほしいんです。でもそうでなくてもあなたがそちらの方がいいと考えるんだったらそれでも構いませんけど、 1% ぐらいですね、その 99% 晴れでお願いしますって。もうね、やっぱり神様が私たちの祈り聞いておられてね、きっとね、あなたは支配者ですから思い通りにっていうしか言わなかったら可愛げがないと思うんですよ、やっぱりね。私はこうしてほしいんですということをね、神様は 99% 喜んでらっしゃると思う。その 1% においては主の御心がならないとまずいですよ、ところがあると思うね。で、子供がね、だだっこがお父さんにお願いするに、神様もう晴れさせてくださいって本当に願いましたよ。翌日ね、雲一つないの、真っ青で、常幸さんが思わずね、インタビューの中でね、パッとカメラの方振り向いてね、皆さんテレビ見てる方ご存じないでしょう、今日はね、雪の予報だったんです、これ見てください。で、私がすかさずなんか背後で別のドラマが進行してるようですねって言いました。彼も感動してましたね。で、ちょっと報告しますと、帰って編集するのに撮ってきたビデオを見ますとね、インタビューとゴルフのコーチングですね、トータルで 3時間回してるんです、ビデオ。最初ね、1本にしようと思ったんだけど、出かける前に1本じゃ無理だと思って2本にしましょうって話してたんで、撮ってきたビデオを見たらもうカットカットカットしても4本以下にならないですよ。で、4回にわたって放映します。4月に2回、5月に2回、これはクリスチャンでない方でゴルフ大好きな方に絶対見てもらってください。しかもそれじゃ溢れちゃうので、90分のビデオとそれから DVD を 2セットにして、彼の証とゴルフのコーチングしたのを全部製品にして発売します。彼の許可を得てます、中島さんのね。で、これはね、素晴らしいことが起こりましたよ。で、私がその取材をしながら、神様素晴らしいなと思いました。神様が今も生きていて支配してらっしゃる。詩編の記者の言葉を読むとね、素晴らしいですね、彼らはね、主の、私は主の栄光を褒めたたえる書いてあるんです。主の麗しさを褒めたたえるって書いてあるんです。そこまでいくとね、はあ、私もな、もうちょっと調子よくなったらこんな風に歌えるな思うじゃない。で、ずっと読んでいくとね、私の敵が私を取り囲みとかって書いてあるんですね。もうすごい状況の中で歌ってるわけ、その詩編の記者は。つまりね、彼らは聖書的世界観を身につけてるから、状況は変わるけれども変わらない神の守りと栄光とを褒めたたえてるんです。私もね、そういうことありましたね。ハーベストタイム初めてね、4曲か5曲くらいの時に、曲数が少ないからもうこんなんだ、10曲くらいになればこの悩みは消えると思って頑張ってきました。5年ぐらいしてね、10曲超えました。10曲超えたら5曲の時の問題が倍になりました。いや、10曲だから15曲になればって、15曲になりました。問題がまた増えました。皆さんね、あなたはこの問題が終わったらこうしよう、ああしようと思ってない？
思ってるよね。それが人間だもん。お互いそうじゃない。弱いから、今これがあるから奉仕ができない、今これがあるから献金ができない、今これがあるからデボーションできない、今これがあるから神を称えられないって、みんな理由があるんですよ。あなた理由がなくなった時はもう天に行く時よ。本当に本当よ。だからね、ポイントは何かというと、全知全能の神が全てを支配していらっしゃる、これですね。これを受け止めた時に生き方や選びが変わってきますね。今日ここにさまざまな問題を持って皆さん来ていらっしゃるでしょ、ね、あなたがここに来ている確率考えてごらんなさい。今大阪に何人いるんですか、人口が。今日ね、240、50名だと思いますね、集まってくださった方。ああ、たくさん集まったなって思うじゃない。だけどね、今日ここに皆さんが来ておられる確率を考えると、今日ここに偶然に来ている人は一人もいないという、この言葉が重みを持ってきますね。あなたが今どんな重荷を抱えていても、神はあなたを見放してない。あなたがまだクリスチャンでない人であるとしてもね、牛に惹かれてきた人であったとしても、あなたが今この瞬間ここに座って、この全知全能の神が生きてあなたを見ておられるというメッセージを聞いてらっしゃること自体が、もう神の選びと愛があなたに注がれている証拠でありますね。いやー、なんかこう心が広がってきますね。問題が小さく見えてきますね。問題は必ずなくなります。しかし新たな問題が来ます。その時に神の愛は変わらない。それを知ることは大変素晴らしいことですね。さあ、先を急ぎましょう。4番目の世界観、サタンは現実に存在する、これです。サタンは現実に存在する。サタンなんかいない、神はいるけどサタンなんかいないと思ってると、これやっぱりアドレスがまずいですね。だけど、この世界観の中でここばっかりうなずく人がいるんですね。いつあってもね、サタンはサタンはサタンは、イエス様のことを言うよりも悪霊の話の方が多い人がいますね。これもちょっとバランス崩してますね。やっぱりバランスというのはあるわけですよ。バランスというのはね、サタンは実在する。はい、前聖書見ましょう。ヨハネ第一の手紙3章8節、はいどうぞ。罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。悪魔というのはサタンです。初めから罪を犯して、はい、悪魔、サタンというのは非造物です。作られた天使です。過去があり、現在があり、未来があります。神に敵対しています。神に敵対することによって存在価値を見出しています。そして神に挑戦できないので、神が一番大事にしている私たち人間に挑戦してくるんです。これがサタンです。サタンがいるか、いる。聖地旅行でいつも虐殺記念館というところに行きます。今回も行きました。ナチスが600万人のユダヤ人を殺害した写真のパネルを見ながら、今回も地獄の淵を見てきたような気がしました。終わってから花さんというガイドさんがコメントをしました。私たちユダヤ人は何の理由もなしに民族抹殺の危機を迎えたんだ。自分が努力することも、何か悪いことしたから悔い改めることも、これを止める役には立たなかった。そして最後に、サタンがいるということを持ってこなかったら全てのことは説明できないと彼女は言いました。私も本当にそうだと思います。ナチスがユダヤ人抹殺しようとしたその動機において、その方法において、
その残酷さにおいて人間だけの力ではあそこまで人が人に対して残酷になれるはずがありません。サタンはまさにいるんだ。はい、5番目、イエス・キリストは罪なき生涯を送られた唯一の人である。イエス・キリストは人類の歴史を唯一罪なき生涯を送られた方である。これが5番目です。はい、聖書を見てください。ペテロ第一の手紙2章22節、キリストは罪を、一緒に読みましょうか。はい、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。はい、キリストは罪を犯したことがない、何の偽りも口にしなかった。これは3年間生活を共にしたペテロがキリストを振り返って書いた言葉です。第二のアダムとしてイエス・キリストは来られ、サタンと罪に勝利しました。最初のアダムはサタンの誘惑に負けて罪を犯して死をもたらしました。キリストは第二のアダムとして来て、サタンと罪に勝利なさいました。話は変わりますが、メル・ギブソンのパッション・オブ・クライストかな、キリストの受難、パッションというタイトルなのか、あの映画がアメリカで今大評判になっています。ユダヤ人たちはこれは反ユダヤ主義だ、反ユダヤ的要素がある、でクリスチャンたちはいやそんなことはないという論争があったので、また別の興味も湧き起こっているようです。見た方から、アメリカで見た方からメールがたくさん入ってきてます。みんな一様に感動してます。日本でも来週試写会があって、5月から日本ヘラルドが配給して、そして劇場公開になるようです。どの程度クリスチャンが最初見に行って盛り上げるかによって、その期間と劇場放映の広がりが変わってくると思いますが、少なくともアメリカでは驚異的なヒットだそうです。ハーベストタイムでも5月第1週のクリスチャンワールドニュースでこの映画の話題を取り上げて、皆さんにお伝えしたいと思ってますね。私も映像を一部見ました。残酷です。ものすごく残酷です。なぜユダヤ人たちが反ユダヤ的だっていうかっていうと、ユダヤ人が殺したという理屈にまたなってくるんじゃないかということを恐れてるんです。メル・ギブソンはそういう気持ちはないと思います。メル・ギブソンは監督で映画には顔は出ません。しかし彼が唯一手だけ出てる箇所があるんです。それはキリストを釘付けにする、釘を持ってハンマーを打つ手はメル・ギブソンの手なんです。彼が自分でインタビューで言ってます。それはキリストを十字架につけたのは実は私なんだということを彼は映画の中で言いたかったんだと思いますね。この映画を見てね、多くの人がキリストがあんなに苦しんだんだ、あんなに苦しんだんだ、すごいと言ってます。キリストの苦しみを味わい追憶することは素晴らしいことです。と同時にもう一つ祈りたいことはね、聖書記者たちはね、キリストがどれだけ苦しんだかということにさほど関心を置いてないです。もちろん当時はね、十字架刑のことをみんな知ってますから言う必要がなかったということがあるんですが、それを割り引いても聖書記者たちが中心的に語っていることは何かというと、キリストが私たちのためにどれほど苦しんだかというよりは、もちろんそれも伝えてますよ、それ以上に大事なのはなぜ苦しんだかという、キリストが十字架で苦しまねばならなかった理由について聖書記者たちは渾身の力を込めて伝えようとしています。神はその一人子を賜うほどに私たちを愛された、あなたを愛するがあまりキリストがあの罪を犯さなかったお方が十字架についたんだ、これが聖書のメッセージです。だから劇場を出てくるときに多くの人々がキリストあれほど苦しんだじゃなくて、キリストは私のためにというその言葉を一言入れて感想を語るようになれば、これは神の栄光を表す映画に必ずなると思いますね。わかりますか、私の言わんとしていること。理由なんだ、なんで苦しんだかということの方が大事だということです。そしてある人はキリストの十字架によってね、勝利が決まったと思われるかもしれませんが、キリストが罪なき生涯を送ったあの戦いの最高のところはゲッセマネの園というところの祈りで決まってるんです。
ゲッセマネの園の祈りです。あの時に3回イエス様祈られてるでしょ。この杯っていうのは神の怒りの杯ですよ。この杯を取り除けてください。最終的に何て言われた。しかし私の思いではなくあなたの御心がなります。今日私たちもイエスが考えたように考える、この祈りを心から祈れるものになりたいと思いますね。この間も言いましたけどね、50代60代70代素敵ですよ。今ね中年以上の人が立ち上がる時が来てますね。立て中年よという時代ですね。若い頃はね立て青年よって言ってたんです。若かったから自分。つくづく思うのはね、やっぱ本当のね牧会というかね、教会を形成する牧師の働き、本当の牧会伝道者の働きできるのはね、やっぱりね中年になってからですよ。いや若い人ができてないという意味じゃないね、誤解しない。というのは私自分のことも振り返って、若い時っていうのはねやっぱりすごくねやったるでっていう気持ちが多いんですよ。進学校出たてでね、みんなもう息に燃えてますよ。よし世界一の教会作ったるでってみたいなね。いいですよ、それ若さの特権ですよ。もう20代後半で60みたいな顔してたら気持ち悪いですからね。こんな悟り開いてたらもう気持ち悪いですよ。いいんです。ただねやっぱり若い時っていうのはね、あまりにもね自分の夢思い込みが強すぎる。だからね教会を自分の夢のように形作りたいんです。ところがね信徒ってのはそうは動かんのですよ。毎週毎週これだけメッセージしとんのに何聞いてんのやろうと思うようなことがあってね。で先生ご相談がありますが、カウンセリングやって多いでしょ。言わないけど時々ね昔思いましたよ。今日のメッセージ聞いたら答え出とんのにな。ほんでねイライラするでしょ、余裕がなくなるでしょ。で10回に9回まではニコニコしてね応対できるんだけど、やっぱり人間だからカッとなったりね短気になったりすることあるのね。えババッとなんか言うとね傷ついたって、もうその修復に1年ぐらいかかったりして、いやー大変ですわ。ところはねやっぱり中年ぐらいになるでしょ。そうするとねそういう気持ちがだんだん枯れてくるね。そしてね楽しめるようになってくる、人との関係をね。だからその人一人一人の考え方やその人のペースに合った成長を見守ることができるようになる。一歩下がってね神様の邪魔しないで、あ神様がどうやって育ってくださるかなと、こう神様が願うように教会ができたらいいなというふうになってくるんですね。これは私の聖地旅行でも同じことですね。昔は強引に引っ張っていって、もう部屋に帰ったらですね死ぬぐらいね使ってきて、もう食事に行くエネルギーもない。パーッと。今は帰ってからね、今回息子と一緒にプールで泳いだりしました、ね、今の方が若返ったような感じです、ね、聖なる手抜きが身についてきたんですね。でこれすごく大事ですね、すごく大事でね。やっぱり自分をもう証明する必要ないわけですよね。ある程度も自分のことが見えてるしね、これいいです ね、 ね中年の方50代60代70代で献身しようっていいね、本当にいいよ。その年代でしかできない奉仕ができますね。だからその年齢になってる人、私はもうそろそろ終わりだって、肉の力は終わっていいんですね。これから本物が始まるんです。素晴らしいことですね。さあその次6番目のポイントです。急いでいきましょう、6、7とね。皆さんがよく聞いてくださるんでなんか話が長くなります。救いは神の賜物であり努力によって勝ち取るものではない。どうですか皆さん。神様からのプレゼントだ。はい、聖書はエペソ人への手紙の2章の8節です。ご一緒に読みましょう。はい、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。アメン。これが嬉しいですね。
私がクリスチャンになったのはイエス・キリストが十字架の上で父を彼らを許したまえ彼らは何をしているのかわからないのですと祈られたルカの福音書の23章34節の言葉によって私は決心しました。それが私の信仰の原点ですから、いつもそこの箇所に来ると力が入る。私のライフメッセージです。天国に行くときも私はその言葉を持っていきますよ。父を彼らを許したまえ、父を中川健一を許したまえ、これが神から私へのプレゼントだったんです。キリストが十字架についたときに右と左に二人の強盗がつけられた。一人の人はお前がキリストだった、降りて証明しろと言った。もう一人の人はお前何言ってるんだ、俺たちは自分の罪の報いを受けてんだから、しかしこの方は違う、体を乗り出して痛かったでしょうね、苦しかったでしょうね、体を乗り出してイエス様御国の位につくときに私を思い出してくださいと言ったときに、イエスは彼のを向いてこう言われた。お前な、教会に行って旧新約聖書の通読終わってから来い。お前な、献金ちゃんとやってたか、ね、お前な、教会出席ちゃんとしてたかとは言わなかった。そんな暇ないじゃない。どうやってやったらいいの、もあと数分の命でしょ、数時間か数分の命でしょ。その時にイエス様は何て言われたかってね、あなたは今日私と共にどこにいるの、パラダイスにいますって。ハレルヤ。だからね、1秒後に死のうとしている人でも私たちはね、福音を伝えることができるんです。神からのプレゼントだ。だから今日ね、あ、私はこんなものがもうこの麗しい人々の仲間に入れてもらうことなんかできないわと思ってらっしゃる方、大丈夫よ、ちょっとお付き合いしてごらん、結構なもんですよお互いそのうちにこの人でも救われるんだったら私も大丈夫だと思えるようになります。その通りです。あなたも大丈夫です。大丈夫、修行を積んでからって。その心がダメなんですね。子供がね、父親ない受けるのにお父さん修行積んでから受けるわって言わないでしょう。いいんです、これはプレゼントなんです。これは聖書的世界観ですね。そして最後です。クリスチャンには福音を分かち合う責任がある。クリスチャンには福音を分かち合う責任がある。マタイの福音書の28章の18から20見てみましょう。マタイお願いします。はい、マタイ28の18から20一緒に読みましょう。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメン。日本ではね、あなたが信じるのは結構、人に押し付けるのはよくない、言います。すぐに聞いてるともっともらしく聞こえます。これも進学校にいた時の話ですが、日本に宣教師として来ていた教授がありました。その教授がある時クリスチャンの友人の家に行って海外宣教の話をしていたそうです。食事をしながら高校生の息子さんがバンとテーブルを叩いて立ち上がってこう言ったそうです。その国の人にキリスト教を伝えてクリスチャンに改宗させようとするのは文化的侵略であるみたいなことを言ったんですね。一体何だと思ってんだ、とんでもない傲慢だって2階に上がっていったそうです。で先生はこう言うんですね。彼は自分のことを何者だと思ってるんだろうか。イエス・キリストは救いの福音を述べ伝えようと言われた。この人は述べ伝えるべきではないと言ってる。その瞬間彼は自分がキリストよりも上だと思ってるんですよ。わかりました、今言ったこと。誰かね、信仰は自由だから述べ伝えちゃいかんという人がいたら、その瞬間に言わなくていいけど心の中で思ってればいいの。彼の顔に書いてあるんですね。俺はキリストより上だって。ね。だから聞けばいいんです。本当に聞いちゃダメよ、心の中で。あなたイエス様より上だと思ってんのって聞いて、ニコッと笑ってる。子供のように扱うよ。何も知らんな、この人は。と。愛してあげればいいんです。その時にね、どのからかなって言う必要ないんですよ。その人はまだその段階なんですね。でもね、クリスチャンの世界観を持ってるということは、この福音を、一人でも多くの人に伝えたいっていうこと。7つ言ったでしょ。
超特急で確認しましょうね。絶対的な基準が存在する。アーメンって言ってちょうだい。聖書はそれを定義し掲示した誤りなき神の言葉である。はい。神は宇宙の創造主であり、全知全能であり、今も全てを支配している。はい。サタンは現実に存在する。イエス・キリストは罪なき生涯を送った。救いは神のプレゼント、努力によって勝ち取るものではない。クリスチャンには福音を分かち合う責任がある。アメン。最後にこの話をして終わります。やっぱりね、これ知るだけではダメです。私はこの7つのポイントで欠けてた点があったと思う方は今日修正してください。あなたの人生のアドレスをきちっとしたら、そのうちにそれを実行していけばナイスショットが打てるようになります。そういうナイスショットが打てるようになったクリスチャンの話です。ジョン・ロスという人がこういうことを書いてます。これは3日前に読んだんです。私感動しました。彼はある日の夜遅く、ドイツのハンブルグで会議に出て、それが終わって電車に乗りました。郊外に出ていく電車、夜が遅かったので中はガラガラで彼だけだったんです。隅に、電車の隅に座ってると、みすぼらしい身なりをした一人の老人が入ってきた。見るからに知的障害を抱えているような老人でした。その後4人の若者が入ってきた。チェーンをこうやって片手に持って、手には入れ墨をしながら入ってくるなり、我が物顔で暴れている若者たちです。彼らはその老人に目を留めて、その老人の周りに集まってからかい始めました。そのうち持っていた缶ビールを振って、その輪を老人の頭にかけ始めました。それだけでは済まなくて、重いブーツで老人の足を蹴っ飛ばしたり引っ叩いたりし始めました。その車両の中には老人と4人の青年と自分しかいない。自分はその車両の隅にいるんです。彼は非常な恐れにとらわれたと書いてます。だけど自分はクリスチャンだ、このまま見過ごすわけにはいかない。彼はそこで小さな声で祈ったそうです。神様に、神様、私の恐れを鎮めてくださいというなり、何をするかも考えないでひょっと立ち上がって、で彼らのところに近づいたそうです。そして知ってる限りのドイツ語でこう叫んだそうです。おお、ハンス、久しぶりじゃないか、元気かって言ったそうです。知るわけないのよ。ハンスという名前も彼がドイツ語で思い出した最初の名前だとか言ったのよ。そしてその青年たちの間を駆け抜け、割って入って、その老人を抱擁して、元気だったか、久しぶりだな、募る話があるよな、あそこで俺と話しようよ、彼を立ち上がらせて、そして一人で進んで振り返ると老人が後をついてきたそうです。そして車両の一番端っこに座って二人で話し始めたそうです。見てるとその4人の若者たちがね、びっくりしてね、これどう受け止めていいか分かんないで、お互いクチクチクチで、なんかあれでしょうね、どうしていいか分かんなかったんでしょうね。次の駅に着いたら降りていったそうです。4人とも、老人はその次の駅で降りたそうですが、降りるときに口ごもりながらね、なんかありがとうとかなんとか言いながらね、降りていったそうです。そしてこのジョン・ロスはこう言うんですね。私たちの文化は恐れに直面したら逃げるか最後まで戦うか、この2つしか教えない。しかしイエス・キリストは第三の道を提供しておられる。それは神を信頼すること、そして愛には物事を変える力があるということを信頼して歩むことである。私これ読んだ時にね、これは聖書的世界観を何十年にもわたって実践してきた人ができているほぼ芸術的な領域の生き方だと思います。大変感動しました。皆さんどうですか。それはプロセスですね。プロセスです。毎日この聖書的世界観に基づいて選び取っていった時に、最後はこのジョン・ロスさんのような生き方ができるようになります。今月一月、神様が一人一人を祝福なさいますようにお祈りしましょう。天のお父様、あなたが今も全てを支配しておられ、天の御座につき我らを守っていてくださることを感謝をいたします。私たちの心の恐れを鎮めてください。心の嵐を今鎮めてください。私が歩むべき第三の道を
今日も示してください。キリストの御名によってお祈りします。アーメン。メッセージステーションをお聞きくださりありがとうございます。このメッセージのアウトライン、聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございます。また最新情報をメールマガジンでお届けしています。ホームページでメールマガジンにご登録ください。